山崎、熟成マーラー顔大好き。どうもガンプランナーです。今 DIY 用に丸ノコが欲しくて、新品じゃ高すぎるので中古を狙ってたんだよ。そしたらちょっと怪しい出品を見つけてしまって、このチャンネルではこれまで、グラボの価格釣り上げの瞬間を見てしまったとか、おいおい箱詐欺やっとるぞ、とか、日頃からフリマやオークションを見続けてるためか色々で食わすんだよ。そして今回見つけたのがこれ。これなんだろうね。価格がすっごい安いのよ。いっぱい同じ出品あるじゃん。でもアカウントは全部別なんだよ。それぞれのアカウントほぼほぼ同じ出品で全部相場と比べやすいんだよ。メルカリや他のサイトもそうなんだけど、最後評価しないとお金は入らないじゃん。こんな方法で詐欺ろうと思ってもできないじゃん。実は2021年の8から9月頃、これと全く同じことをグラボや PC パーツの方でやられてて、その時はグラボ高騰の中かなり安い出品なので毎回売れてたんだよ。ただ評価はゼロのまま、結局お金は取られてないと思うんだけど、これ何目的なんだろうね。ワンチャン評価しちゃうやつ狙いなのか、発送の際の個人情報狙いなのか、もしくはアカウント自体をバンクラった人に売るために作ってるのか。皆さんどう思いますか？コメントお待ちしてます。インテルアーク A シリーズ、デスクトップ製品版めっちゃかっけー。これまでこのチャンネルでは、個別の動画としては2度取り上げてきたインテルアークアルケミスト、3度目となる今回は、いよいよ出るよと。いやー、やっとですね。いつ出るんだよって、時期逃したら、RTX40 シリーズや RX7000 シリーズに食われちゃうよって、散々言ってきたんですが、とりあえずモバイル版、ノート PC の中に入るやつですね。それが4月に、出るんだーよーって発表されたと。ノートは今のところ自分には必要ないというか、だって家の、しかも自分の部屋の、自作 PC 前にずっといるんだから、あんまよくわかってないんだけど、インテルのグラボ出てきちゃうと絶対強いよね。デスクトップと違ってもうセットだから、そう考えるとインテルアーク A シリーズ乗っかったノート PC、ちょっと使ってみたくなっちゃうよね。万が一これで十分ってなっちゃうと場所取らないもんな。まず今回からしれーっと、アーク A シリーズ、と呼び始めたんだよ。いっぱい種類出るということなんだよ。アルケミストのスペル覚えれないから助かるんだよ。ほんでもって、モバイル向けアーク A シリーズのラインナップは、アーク3、アーク5、アーク7。この数字好きなんだな。グレードは3種類みたいなんだよ。そのうち4月に出るのはアーク3のみ。5と7は夏だってよ。そのうち9も出んでしょ、知らんけど。そしてモデルとしては2種類。A350M と A370M が出ると。細かいスペックいろいろ出てるんだけど、その辺は数字で言えば何でも良さそうに聞こえるし言えちゃうので、できれば他社製品との比較、そして一番大事な体感。ただ今回の発表では比較とか一切出てないっぽいんだよ。インテル、うちこんなの出しました。俺たち、はぁ、サイですか？以上。おーおーおーおい、もうちょっと何かないんかーい。なんなんだよ。まああまり詳しく細かい数字言われてもわからんけどもさ、売りたいんだったらもうちょい何かあるでしょうよ。直接接客できるものじゃないんだから、この発表が勝負どころでしょうよ。というわけで一般レベルでも気になる部分だけ調べてみたんだよ。まず VRAM、より高画質を処理するには重要な気がするやつね。今回出るアーク3の2種類はどちらも 4GB。これは AMD の RX6500XT と同じだね。エントリーとはいえ今どきちょい少ないと感じるよ。アーク5、A550M は 8GB。アーク7 A730M 12GB、A770M 16GB。もう一つ消費電力もこのご時世なんで気になるんだよ。A350M、25から35W、A370M、35から50W、A550M、60から80W、A730M、80から120W、A770M、120から150W。ちなみに RTX3080 モバイル版は115から150W。まあ大差ないのかな。とここまではモバイル版ノート PC に入るやつ、それが乗っかったノート PC が4月に出るよという話。そんでもって、乗っかってる CPU がインテル12世代ならアーク搭載でいいんじゃないのん。インテル12世代 CPU が噂の性能発揮してくれて、アークと相性抜群なら、デスクトップと入れ替えて場所広く使えればとてもいいんじゃないのん。って話。いい方で捉えればね。では自作が一番気になるところ。インテルアーク A シリーズデスクトップ版。もう、こっちはテザームービーが公開されただけなんだよ。いつまで引っ張るんだよ。カムカムエブリバディじゃないんだからよ。
このムービーでわかるのは大まかな内部構造。ヒートシンクがこんな感じとかそんなもん。そして、このチャンネルでずっと言い続けてきた、インテルアーク見た目がダサい問題。ムービー見る限り、デザイン全然違うものになってるんだよ。シンプルでめっちゃかっこよくなってるのん。これならいいじゃん。やっぱ前の見た目じゃ今時オープンフレームか強化ガラスで中丸見え PC が多いんだからさ。ちょっとダサいわーってなっちゃってたもん。よかったよかった。もう一つわかるのはインターフェースがディスプレイポート3、HDMI1 と普通だね。デスクトップ版は夏登場予定だそうだよ。今回大きく変わった良い点としては、見た目がかっこよくなったのん。ただこれ各グラボメーカーが製品化した時どの道変わってたと思うんで。ね。スペック面も上位グラボは今の RTX 30シリーズと比べると VRAM なんかは多いのかな。電力は大して変わらなそう。他社との比較を避けてる、ところから推測すると、別に、他社より良い、を売りにしなさそう？価格次第ではこの価格でこれだけできますよ。もしくは同じくらいするけどインテル CPU と組み合わせていい感じになりますよ。なのかな？これまですでに高スペック PC を持ってる人が、買い替え、パーツ入れ替えで、いるか？って話になりがちだったのだけど、新規で買う人にとっては、いやそれでも10月まで待つか。何にしてもこの4月で必ずこのノート PC をレビューしてくれる人がいるはずだ。インテル CPU と GPU の組み合わせで、どのくらいの効果があるのかとりあえず確認できる。それを参考に夏のデスクトップ版インテルアーク A シリーズを楽しみに待とう。それにしてもこの1年と2ヶ月、散々我慢させられて高騰したグラボ価格。さらにはそもそも新品が定価でめっちゃ高いというのを見せられ続け、PC への熱冷めてきてませんか。オンラインゲームもそうなんだけど、熱があるうちはもうやることなくても引退しないじゃん。逆に何かに気づいて熱が冷めた瞬間、もう引退じゃん。よっぽどのことがない限り気持ち戻らないじゃん。グラボマジでエントリーモデルでいいよもうってなったら、自作熱戻るの時間かかるんじゃないかな。コロナに追い打ちで戦争、全体の物価上がるの目に見えてるのに、そもそも高いしランニングコストもめっちゃ高いハイエンド。厳しい、なんて思ってるところになんと、あの ASUS が、グラボ最大 25% 値下げ、を発表。これは嬉しい。結果下がるんじゃなく、もう下げますようちは。ってなると、他も下がりやすくなるでしょう。素晴らしいですね ASUS。ということで今年1本グラボ買うよって人は、ぜひその1本何を狙ってるのかコメントで教えていただけるとありがたい。それとぜひ次の動画もよろしく。